杯率いる海軍本部ニューマリンフォード。2年前に起きた海軍本部と白ひげ海賊団による頂上戦争で海軍は勝利したものの、戦場となったマリンフォードは壊滅的な被害を受けた。それは長く正義の拠点ではあったが、世界政府はさらに激化する海賊時代に備え、より強固な要塞を築いた。新世界の入り口に位置する新たな正義の砦、それがニューマリンフォード。